アルメニアとアゼルバイジャン、プーチン大統領の面目潰す大論争。5月26日に行われた旧ソ連圏の経済ブロックであるユーラシア経済同盟の首脳会議において、プーチン大統領の挨拶を遮ってアルメニアのパシニャン首相が領土問題が発生しているアゼルバイジャンを非難。これに対抗する形でアゼルバイジャンのアリエフ大統領も反論したことで大論争に発展。プーチンの話を聞かない事態に、なんやこれ、旧ソ連圏でロシアが影響力をもたらしていた両国が、もうプーチンのことをなんとも思ってないってこと？その現れかもしれないな。特にアルメニアのパシニャン首相の対応はかなり辛辣だったぜ。プーチンの挨拶を遮って勝手にアゼルバイジャンとの領土問題について話し始めるあたり、相当ロシアに対しては失望しているという印象を抱くところだ。アルメニアはソ連崩壊後に結成されたロシア主導の安全保障機構である CSTO に参加しており、ロシア軍の庇護を受けていたはずなのだが、2022年9月に再度発生したアゼルバイジャンとの軍事衝突ではロシア軍が動くことはなかった。実際もう係争地であるナゴルノカラバフ地域についてアゼルバイジャンの領土と認めると話しているし、なんなら CSTO からの脱退についても表明している。アルメニアは今回のナゴルノカラバフ戦争における失敗から、もうロシアとは縁を切るつもりなのだろう。ということで今回は、プーチンの面目丸つぶれ、ロシアが庇護していたアルメニアが敗戦へ、親ロ派国アルメニアの失敗と決断と題し、アルメニアの今後の軍事的な方針について取り上げていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等があれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになっています。それでは皆様、ゆっくりしていってね。5月22日、アルメニアのパシニャン首相は、ソ連崩壊後の1991年からアゼルバイジャンとの間で係争地となっているナゴルノカラバフ地域について、現地のアルメニア系住民の安全が保障されるのであれば、ナゴルノカラバフはアゼルバイジャン領と認める準備があると発言した。これはアルメニアが大きく譲歩する形を取ったことになるぜ。また、パシニャン首相はこの発言に伴い、ロシア主導の軍事同盟である CSTO にも言及した。アルメニアはこの枠組みの中でロシアからの庇護を受けており、アルメニア国内にもロシア軍が駐留していたわけだが、結局アルメニアが最も重きを置きたいナゴルノカラバフ問題に一切対処できなかった。そして CSTO が機能不全であれば、アルメニアの安全保障は自らで対処する必要があると、CSTO からの脱退を示唆するに至ったぜ。NATO への加盟国は増えていってるのに、CSTO は減っていくんか、ウクライナに侵攻していこう、何もかもが裏目に出すぎやろロシア。アルメニアのハチャプリアン大統領も5月26日、我々は20年以上も戦い続け、2020年の出来事を予測できたのに対策を打ってこなかったと、軍事的にロシア依存だった姿勢を自制するような発言をしている。結局ナゴルノカラバフをめぐる問題について、今のアルメニアは大きな方針転換に迫られている状況だ。そういえば、アルメニアって自治領をアゼルバイジャンから攻められている側よね？なぜ国際社会からは特に援助を受けていないの？領土を侵略されているのならウクライナみたいに国際的な支援があってもいいんじゃないかしら？それは国際的にナゴルノカラバフ地方はアゼルバイジャン領であるとされているからだぜ。1991年のソ連崩壊後、アルメニアとアゼルバイジャンの国境線が引かれることになったわけだが、これにアゼルバイジャン領のアルメニア系の住民が反発して放棄したんだ。その結果としてアゼルバイジャン領内のアルメニア系住民が多く住むナゴルノカラバフ地域を、実効支配するに至ったという流れがある。つまりどちらかといえば、アルメニアの領土を侵略されているというよりも、本来アゼルバイジャン領とされていた領土をアゼルバイジャンに奪還されたという構図なんだ。ふむ、主権国家として認められているウクライナとはまた違った立ち位置なのね。ただし戦争という実力行使で領地を奪還するという姿勢には国際社会でも肯定的ではないため、戦争を仕掛けた側であるアゼルバイジャンに対しても国際社会は味方についていないという感じだ。もちろん認められていない領土を支配しているアルメニアも国際的な支援を受けられることはなく、ナゴルノカラバフ地方に固執する限りはロシアに頼るしか選択肢がなかったわけだ。そして2020年に始まった第二次ナゴルノカラバフ戦争でロシア依存は加速したぜ。当時のアルメニア軍は旧ソ連製の対空ミサイルシステムである S-300 をナゴルノカラバフに配置し、防衛に徹していたものの、アゼルバイジャン軍がトルコから仕入れた軍用ドローンのバイラクタル TB2 は、これら防空システムによる防空網を突破することに成功した。バイラクタル TB2 が一躍有名になった戦いよね。紛争はアゼルバイジャン軍の大勝利となり、ロシアが仲裁に入る形で停戦合意に至ると。その後、
プーチンは停戦状態を維持するためという名目で、ロシア国内からアルメニア駐留軍を派遣したという流れだった。ちなみに以前動画でも出したように今回のロシア・ウクライナ戦争では、バイラクタル TB2 は期待されたような戦果は全く出せていないものの、実はナゴルノカラバフ戦争においてアゼルバイジャン軍が破壊したアルメニアの兵器のうち、およそ 65% がバイラクタル TB2 によって破壊されてると結論付けられている。一方、バイラクタル TB2 が撃破されたのはたった2機で、そのうち1機は事故によるものだ。ワンサイドゲーム化ってレベルで大活躍してるわね。アルメニアが使用していたのはロシア軍も使用しているような旧ソ連製の兵器ではあるが、さすがにロシア正規軍の防衛網はバイラクタル TB2 の能力を凌駕していた。なのでロシア軍はちゃんと防衛に徹すれば、2022年に発生した軍事衝突でもアゼルバイジャン軍の攻撃を耐えしのげたはずだが、そうはならなかったぜ。それどころかアルメニアのロシア駐留軍はウクライナとの戦争のために一部引っこ抜かれていたため、アゼルバイジャンがさらなる軍事行動を起こしたタイミングで何も機能していなかった。去年11月には、9月の軍事衝突の際にパシニャン首相がロシアに軍事支援を要請したけど、受け入れられなかったって報道が出てたわね。やっぱりロシアはウクライナにかかりっきりで周辺国への影響力が落ちてるのはガチだったんやな。うむ。特にアゼルバイジャンによる大規模攻撃が行われたのは、ロシア軍がウクライナの北東部ハルキウで大敗北を喫した直後という、今がチャンスと言わんばかりのタイミングだった。この衝突は数日で停戦に至ったものの、アルメニアは200人以上が死亡するという損害を出したぜ。そして先ほど触れた5月22日のパシニャン首相の発言に至る、アルメニアはロシアなしでアゼルバイジャンの要求を跳ねのけるような軍事的能力を持たないため、ナゴルノカラバフ地域のアゼルバイジャンへの返還を認めるしかなくなったわけだ。それでも一件落着とはならず、5月25日に行われた旧ソ連圏経済ブロックユーラシア経済同盟首脳会議では、プーチン大統領の挨拶を遮って、パシニャン首相が2020年の停戦合意に反してラチン回廊を封鎖し、物資輸送を妨害しているとアゼルバイジャンを非難した。ラチン回廊ってのはナゴルノカラバフとアルメニア本国を結ぶアゼルバイジャン領にある唯一の陸路ね。これに対しアゼルバイジャンのアリエフ大統領も国際規範に基づく検問所だ。封鎖はしていないと反論したぜ。22日には CSTO からの脱退を示唆するような発言をして、25日にはプーチンの前で口論ですか。もうアルメニアはロシアを見限ってるって感じですね。この後、ナゴルノカラバフ問題を協議するため、プーチン大統領を含む3首脳だけでの会談が行われたが、参加国は1週間後、副首相級で再度モスクワに集まり、協議を続けることで合意するに止まったとのことだ。1994年から3万人以上という死者を出して争い続けてきたナゴルノカラバフをめぐる対立で、アゼルバイジャンに大きく譲歩する構えを見せ、ロシアから離れつつあるアルメニアだが、ここからどうするつもりだろうか。次はこの点について深掘りしていこう。ナゴルノカラバフ地域についてアゼルバイジャンと対立するアルメニアの選択肢はいくつかあった。それはナゴルノカラバフ地方を維持するために自力でアゼルバイジャンに対抗できるほど軍事力を強化するか、あるいはナゴルノカラバフ地方を諦めるかだ。最終的にアルメニアは後者を選んだわけだが、それは軍事力の強化による国内の疲弊を避けるためだろう。彼らがもしアゼルバイジャンと最後まで戦い続けると判断すれば、今のロシアがそうであるように、戦時体制を整えるために国家を大いに疲弊させることになる。資源大国のロシアでさえああなのだから、アルメニアだと難しいわよね。アルメニアにもアルメニア人がもともと住んでいた土地であると主張し、戦いを継続する理由は十分にあったはずだ。だが、アルメニアはそれを主張するという選択をやめてナゴルノカラバフ地方を諦める方針を取ることで、アルメニア全体の経済の低下を避けるという判断をしたということだろう。ナゴルノカラバフ地域を諦めるとなれば、もちろんロシアによる庇護を受ける必要もない。そもそも今回機能しなかったわけですしね。なので彼らは CSTO の脱退を表明し、彼らは自国の安定を担保するために民族問題の解決に踏み切ったということだ。彼らの方針は軍事的にも経済的な姿勢としても、脱ロシアに踏み切ったということで大きな変化であると言える。残念ながら安全保障をロシアに求めたというアルメニアの選択は失敗であったことを認めた形になる。しかし、自国での安全保障に不安が残るアルメニアが今後どう安全保障を担保するつもりなのかしら？ナゴルノカラバフを抜きにしても、自国の守りが大事なのは変わらないわよね。現在アルメニアとアゼルバイジャンの和平合意は進んでおり、この仲介は西側諸国が対応しているとのことだ。となるとアルメニアはNATOによる姿勢を見せていくことになるのかもしれない。ただし問題もある。それはトルコだ。
トルコは自国のバイラクタル TB2 をアゼルバイジャンに提供している立場であり、アルメニアとトルコは第一次世界大戦の頃から敵対関係にある国だ。トルコがまたオスマン帝国だった時代、大量のアルメニア人が虐殺されるなんて事件が起こってましたもんね。一説によればその数は150万人とか。ああ、それにアルメニアがナゴルノカラバフを占領した1993年以降、トルコはより距離が近いアゼルバイジャンとの連帯を示すためにアルメニアとの国境を封鎖した。それ以来国交が断絶しており、2022年10月6日にはエルドアン大統領とパシニャン首相が、両国の13年ぶりとなる首脳会談を行ってはいるものの、正常化には未だ至っていない。その歴史的な風はあまりにも根強いぜ。そんなトルコはNATOに加盟している国であるため、西側諸国の援助を受けるためにはトルコとの関係にも決着をつける必要が出てくる。現在、スウェーデン国内に多くいる反体制派クルド人武装組織の引き渡しを拒むからということで、スウェーデンのNATO加盟がトルコの一存によって認められていないように、トルコとの国交さえままならないアルメニアもすぐにNATO加盟とはいかなさそうですね。ああ。もし西側諸国の協力を得られないとしたら、やはり中国の援助を受ける形になるだろうか。近隣の他の諸国はあまり当てにならないだろう。6月1日には、モルドバにてフランスのマクロン大統領とドイツのショルツ首相を交えて、アルメニアとアゼルバイジャンが会談を行うという、先ほど触れたモスクワで行われるロシアを交えた3カ国の副首相級の協議も踏まえ、ここでナゴルノカラバフにおける正式な決定が下されることになるだろう。今回のアルメニアの大規模な方針転換はアルメニアにとっては苦渋を飲む形になるだろうが、その苦渋の選択の結果、国の経済の飛躍的な成長を果たしてきた例は枚挙にいとまがない。まだどのような決定になるかわかっているわけではないが、1991年以降の領土問題に終止符が打たれることは喜ばしいことであると思いたいところだ。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。